何しに来たんや、佐川。そう邪険にすんなよ、マジマちゃん。ちょいとお前さんの働きぶりを確認しにな。これも仕事だ。まあ、ただで飲めるとは思ってなかったけどな。来るならちっとは行儀をしてくれんか。客が減るっちゅうねん。おお、そいつはすまなかったな。ついはしゃいじまったよ。
人のために狂っちまったな、マジマちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。マゴロッチ男の生き方に好きにしろ。